ということで今日は久しぶりに名古屋グランパスの試合を生観戦行ってきます。ただ今日はあれホームトヨタじゃなくてアウェイでございます。まあ昔僕の生活拠点がそこにあった長いスタジアムじゃない、淀子相手チームのスタジアムの名前だと覚えてへん。淀子桜スタジアム。昔はもう長いスタジアムだけやったんですけどね。淀子桜スタジアムってサッカー専用のコートができたので、そこでセレッソはホームとしてやってますけど、そこに今日は乗り込んで、5月18日ぶりの勝利を、勝ち点3を勝ち取りに、僕たちが後押しに行っています。今年の2回目の生観戦。1回目は開幕戦0対3で惨敗でしたが、今日はどうなるでしょう。誇りを持って行っていきたいと思います。抜けるゴールへ長
今アウタイム入りました。全然ダメだ。前こう行こうとしてこう攻め手がないから、あれ結局自滅、自滅です、全部自滅。後半期待しましょう。麻酔取ろうよ。自分の携帯でどうぞ。疲れたんで、ちょっと後半に向けて、栄養補給したいと思います。チーズケーキ食べます。まだ。はい、ということで、なんと結果は1対2惨敗でございます。そしてリーグ戦3連敗、
まあ最後ちょっとね頑張ってくれてましたけど、ちょっと勝てる気がしないくなってきましたね。まあ東次郎がいいシュートを決めてたんで、まあそこは次につながるかなっていうところはあるんですけど、ちょっと後半途中で出てきた吉田春樹選手がすぐ交代させられてたのがちょっと気になりますね。まあこれを糧にまた頑張ってほしいなと思いますし、まあリーグ戦まだまだ続くんで、まあどっかできっかけあると思うんで、そのきっかけを掴んでですね、また浮上していってほしいと思いますし、まあ僕らまた次見に行くのは8月11日、トヨタスタジアム、シャチの大祭典ということで、またユニフォームをもらえるそのイベントに向けて、また準備をしていきたいと、僕らも気持ちをね準備していきたいと思うので、ベルギー東京戦宮原和也がいますのでね、またその日に向けて選手もサポーターも頑張っていきたいと思います。もちろん次行くのは豊洲だね、8月ですけど、リーグ戦もまだまだ続きますので、選手のみんなもまだこれからも頑張ってほしいなと思いますし、今日はなんと最後に TikTok で活躍をされている亮太さんと写真を撮ることができたので、まあ良かったですね。最後せめてものすごい隣で死んでます。もう疲れたもんマジで。まあ振動。まあ焼け食いです。チートいいことにマクド大量に買いましたんで。焼き食いしながら帰りたいと思います。ということで名古屋グランパス、このまままだまだリーグ戦続きますので、僕らは一生懸命応援したいと思いますが、今日の動画はここまで。またね、さよなら。